でおさらいください。この列車は折り返し8時49分発。切り抜きますか。ちょっと撮ってもいいですか？あ、いいよ、全然。なんかちょっとお借りしました。あ、全然全然。ケージュか。はい。アッシュか。あー。アッシュか。そうですね。でも、基本的に今のカラー剤って全部グレーっぽいの。だから、ベージュって言っても、昔のベージュだったら、ちょっとオレンジっぽいベージュだったんだけど、今のベージュってグレーベージュなの。なんか最初から、なんていうの、アッシュが混ざってる。感じで、あんま黄色みは出ない。そう、オレンジみも出ない。黄色が異常に似合わない。うん、黄色っぽくないよね。なんかオレンジとかも、そうそうそう、なんか、なんていうの、きなりとかもほんとなので、できればアッシュになる。うん、うん、まあこっちか、うん、それかこの紫。紫はちょっと若干赤みあるっちゃあるんだけど、でも結構グー、うん、なんていうのかな、やっぱグレー紫だから、私割とそれでいつも染めるけど、でも抜けてこれぐらいだから、へー、割とそんなどっちつかずな色してるでしょ。はい、なんか、いや、どっちつかずに対して冷静な判断ができない。どっちつかずだもん。あー、だから思ってるような紫じゃない。そう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 、全然そう、ちょっと紫とか気になっています、うん、なんかそんな言うても紫って言ってもこういう感じ、ちょっとあ、うんうん、透明感があって、うん、ちょっとアッシュすぎないけど、うん、なんか透明感はあるぞ、うん、みたいな。まあ、このどうですか、おすすめ。あの、別にもうモテとかは大丈夫です。10か8か、はい、暗いな、これ色素がすごいしっかりしてて、普通のやつよりだいぶ暗いから、これはやめた方がいいかな、ちょっと暗いから。結構どうですか、私は。私はあんまなんか暗くない方がいいと思うよ、なんか、うん、ね、そういう、はい、そういうあれ、ね、間違えられちゃうから。あんまり暗いの嫌だなって思うんだったら、間取って9作れる。お任せします、そこは。じゃあ紫濃すぎたらちょっとびっくりしちゃうから。そう、びっくりします。うん、10の
紫と蜂のアッシュ混ぜて、うん、間の 9ぐらいにしようかな。お願いします。よし、次行こう。ありがとうございます。よし、はい、毛先ギュッて巻くじゃん、はい、でまあ、内になったものって手でこうやれば外羽になるから、はい、ほうほうほう、だからこうやってあと外羽にして、あとこっちはだいたい外外、うん、外巻きで、次内内で、次外外で、交互にして顔までは大体外外、うん、でここも最後ちょっと根元だけちょっとグッグってやってあげて、うんうん、後ろの方はね、うんうん、全部巻かない方がいい、表面だけで膨らんじゃうから。巻くらないっていうのはあれ、巻くのは表面だけ、整えればいい、あのただ毛先は全部巻くじゃん、うんうんうん、毛先巻いたら顔周りは1個2個で巻くんだけど、うんうん、その以降の後ろは全部表面だけでいい、下はだからもう全然巻いてない、ほら。確かに。なるほど。まっすぐでしょ。ほう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 。ほら、まっすぐでしょ。ほう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 。だから本当表面しか。なるほど。なんか中まで巻いちゃうとボリューム出ちゃうから、はい、表面だけでいいと思う。なんかすごい丸い人になるんですよ。そうそうそう。で、それで最後オイルつけるじゃん。はい、今みたいに全体につけるじゃん。で、もう一回ぐらい、もう今みたいになじませて、こうやってぐるぐるってなじませて、はい、最後こうやってちょ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 って外にすれば。おー。で、ここビュッて結んで。でもまあこれで逆に言ってもこうやってちょっとこう合ってる状、はいはいはい、ある状態でこうやって結んでも別にほらこれでも可愛いでしょ、うん、あ、可愛い、そうだから、どの感じでもいいよ別に、へ、巻いてからやってもいいし今みたいなぐらいでもいいし、まあ気持ちこことここはちょっと取っといてあって、これ真ん中が短いみたいにはしてあるから、いい、ありがとうございます。そうだから意外とオイルつければそんなに前の空いてある感じでも収まってるから顔の毛とすごい気になる気持ち、いいと思うよ、はい、ありがとうございます、おー、ありがとうございます。いい色になったわよ。すごい色。てか、なんかいい意味で何も変わってない、あのいい、うん、そうそうそう、なんか変身って感じじゃないところがありがたいです。いい、嬉しい、しちゃった。ありがとうございます。あ、ありがとうございました。素晴らしいわよ。ありがとうございます。これでモテてちょうだい。ありがとう、頑張ります。はい、じゃあどうぞ。
大変なことになった。じゃーん。すっごい可愛いアーティゾン美術館で、まあ、お買い物をしたのと、大量にまた本を買ってきました。はあ、すっごい楽しかった。今回の、鎌倉、梅屋敷、京橋、すっごい楽しかった。全部最高だった。